さんこんにちは、いつも高岡早紀 YouTube チャンネルをご覧くださいましてどうもありがとうございます。お変わりありませんか？私も変わりません今日お外が雨なのでちょっとハウススタジオを借りてなんかしようかなと思って、コーヒーを買ってやってきました。で、何をしましょうか？今日は早紀さんに、MBTI 診断を、MBTI 診断っていうのはみんな知ってるのかな？私は初耳なんだけど、なんかもともと韓国ですごくブームが起きて、日本でも若い者を中心にまたまた若者を中心にとか言ってでテストなんですけど、心理学に基づいた性格診断の一種で、質問に回答していって、最終的に16タイプのうちにあなたはどのタイプですよっていう結果が。大丈夫これ、あの高岡さん怖いとか言わないえ、この人ひどい人だってことがバレちゃったりとかしないの？バレちゃったってちょっと逆してみた感じがやっぱり悪い人なんだってバレちゃったりしないの？結構あの細かく、あの診断結果が出るので、だから心配してるじゃないの、はい、早速やっていきます、はい、やってみましょう。あ、そうですね、予想、あ、予想ね、ちょっとどういうタイプがあるかっていうのを、ちょっとパソコンで、はい、あの16タイプどういうタイプがあるのかっていうのを見ていただいて、早紀さん的にこの診断前に、いや私これだと思うっていうのがあったら、冒険家、あー、起業家もありだな、エンターテイナーでもあるな、あ、わかんない、結構当てはまるのなんかね、何になりたいってこともないよね、別にね。そうですね、もうあなたはこれですわかった。え、これみんなで一緒にできるの？私たちはもう事前に、あ、やったから。あ、でも質問があれば、あ、質問があれば、はい、私たちはどう思いますか？そうですね、わかった。 MBTI 診断スタート。はい、定期的に新しい友達を作る、定期的に新しい友達を作る、定期的に次から次へと仕事が変わっていくから新しい友達ができるっちゃできるんだけど、でも本当にずっと付き合う友達かって言われるとそれも違ったりするので、ちょっと微妙な感じで真ん中あたり、作るんだろうな、ね、このあたり、さまざまな面白そうな事柄について探求するために多くの面白そうなことを探すの、面白そうなことを探すためにってことか、しない、完全にしないです。他の人が泣いているのを見るとすぐに自分も泣きたくなる。代替案の代替案を変えることが多い。大きなプレッシャーがあっても通常冷静でいられる。社交の場では自ら進んで新しい人に挨拶に行くことはほとんどなく、すでに、もちろんそう。一つのプロジェクトを完全に終わらせてから次のプロジェクトを始めるのが好き。まあそうなんだけど、あ、そっか、それが好きが嫌いかだからいいんだよね、じゃあ好き。自分はとても感傷的だ。そんなことないと思うな。冷たい人間だ。予定表やリストなどの整理、管理ツールを使うのが好き。それないと仕事もないからね。些細なことでも間違えると自分の能力と知識全般を問う。そんなことない。自分が興味のある人のところに行って話しかけるのは分かった。いや難しいよね。クリエイティブな作品のいろいろな解釈や分析の仕方についてもクリエイティブな作品のいろいろな解釈に議論には興味ない。そうね、映画を例えばじゃあ見に行った一緒の人どうだったよねみたいな話はそんなに興味ない。
私のそれぞれの価値観でそれぞれのあの時のそれで見てるから同意できないことの方が多いと思うから、人と共感できないと思うからあんまり喋らない、あとはなんか演技論とかもそうだけど、あんまり喋らないっていうか本当に喋らない。自分の心より自分の頭に従うことが多い。自分の心より頭、感情か論理かってことですか。何迷いですか今。その時々で違うじゃん、その物事によってさあ、心が大事な時と頭が大事な時ってあるから、心ばっかりに動かされるとダメな時もあるけど、心が大事な時ってあるじゃない。だから真ん中ってこと、うん、うん、日々のルーティンを決めるのではなく、いつもその時に自分がしたいことをするのが好き。時と場合によるよね、うん、あ、そっか。だからこれをやるときは仕事頭にするかプライベート頭にするか決めればよかったね。そうすると最初から絶対こうやってパーって、でも時々このプライベートのことなのか仕事のことなのかってで考えちゃうから、ま、悩んじゃうんだけど、あ、どっちかに決めればよかった。変に真ん中になっちゃう全部が。だから日々のルーティンを決めた方が私は本当は好き。会う人に印象を残すかどうかはほとんど気にしない。気にしない。グループで何かをするのが好きだ。今グループで何かしてるけどね。結末を自由に解釈できる本や映画が好き。え、全然好きじゃない。自分、うん、ちょっとあんまりよくわかんない。あの、インスピレーションでやることにしたの。自分が何かをやり遂げるより周りの人が何かをやり遂げるのを応援することに幸せ。いろいろなことに興味がありすぎて次に何に挑戦するか決めがたい。いろいろなことに興味がないから大丈夫。物事が悪い方向に向かうのではないかと心配しがち。心配しない、同意しないってことね。複数人で何かをするときリーダー的役割は避ける。避けたいけど避けられない時があるから。この辺、芸術的なタイプでは全然ない。これが微妙だな、よくわからない。ちょっとよくわからない。人々が感情ではなく理性に頼ればもっと良い。うん、世界だね。やらなければいけないことをしてから、そうですね、人が口論するのを見る、え、人が口論するのを見るのが好き。すごい性格悪いですよね。本当だよね。口論でしょ。喧嘩、口喧嘩しないことが褒めてるのを見てだよね。口論ってそういうことだよね。全然そんなの面白くないよね。え、注目を浴びないようにしている。普段は注目を浴びないように行きたいなと思ってるんだけど、浴びちゃうの。とても急に機嫌が変わることがある、うん、あるんだよね。なんか知らないけど、自分より効率が悪い人がいると我慢できない。ギリギリ最後にやっと何かをすることが、ギリギリ最後にやっと何かをすることが、そうだね。死後について以前から興味ない。以前からずっとは興味ない。まだあるの？半分ぐらいです。一人でいるより人と一緒にいる方が好き。
ここが家族とって書いてあったらピッてすぐ同意するって書くんだけど、これは他人のこと言ってるよねっていう感じがしない。そうでもない。いや、そうでもない。絶対かな。まあ結局人といるから一緒、ずっと私誰かと住んでるから、家族と人と一緒にいるのが好きなんだろうねってわけでもないか、住まなきゃいけないから住んでるだけか。でもまあ住めてると本当に住めなかったら出ちゃうじゃないですか。まあね、まあね、そうね、議論がとても倫理的になると退屈に感じたり、あ、ね、自分とは全然違う気がするの気持ちをいつもギリギリ最後まで決断を遅らせる。一度決めたらその決断を疑うことはほとんどない。ほとんどない。とても疲れる1週間を過ごした後は耳やかにするって嫌だね。美術館に行くのが好き。まあまあ好き。人の気持ちを理解するのは難しい。日々のやることリストを作るのが好き。不安はほとんど感じない。不安はほとんど感じない。電話は、え、何？電話はかけないようにしてる。メールとか LINE でテキストで済ますみたいな。気使ってこの辺。自分と違う考えを理解するために、自分と違う考えを理解する、そんな時間はない。友人間でまず誰かに連絡して何か提案するのは自分で、それでも計画が途中で中断されたらできる限り迅速に再び軌道に乗せるのが、なんか真剣になってきちゃったんですよ。これ楽しめてんのかな、この映像楽しい。計画が途中で中断されたらできる限り、もう一回、ちょっと疲れてきちゃった。計画が途中で中断されたらできる限り、え、もちろんそうだよ、ね、ずっと前に自分がした間違い、あ、気にしないようにしてるけど気にしちゃうってとこっていうのはどこ？じゃあ結構いいですね。同意よりこのあたりのとこ、人生の意味、人間の存在する感情をコントロールするのではなく感情にコントロールされている。これをさ、一個右にするか左にするかで大きく変わってくるんでしょ、きっと。まあ、若干の何かは変わってくるんでしょ。ね。ね。もっと積み重ねてとか、合計点とかだと思いますけど、きっと。感情にコントロールされちゃってんだろうな。中にあっても、その人が周りに悪く、誰かに悪く、その人が周りに悪く、周りに悪く、仕事の際は気持ち実に努力する。誰かに高く評価されるとその人が自分に役立つ。誰かに、これはすごいネガティブ、これめっちゃ同意しますか。ええー。本当？じゃあ山本さんすごいですねって言われた後に怖い、ってこと？本当？この知ったらいつ怒られるだろうっていうこと？へえ。私全く同意しないもん。真逆です。はあ、ほぼいつも一人でるのに。あ、いいね。いいね。抽象的なって哲学的な感じでじっくり考える時間を無駄だと思う。思わないけど。静かな隠れ家のような場所より、一目見ただけで分からないですよ。重圧と質問重圧と質問くらいですね。本当、はい、感じない。一つ一つ順序を追って念入り、こっちじゃない、一つ一つ
ください。自分より他の人の方が必要としているならいいチャンスを逃す。何かチャンスがあって他の人の方がそれをどうしてもやりたいってなったらどうぞどうぞって自分よりやりたい人がいるんだったらやればいいじゃんねって思う。どうぞどうぞって、締め切りを守るのが苦手じゃない。締め切り、いや締め切りあるからやらなきゃって、締め切りギリギリ前にはちゃんと、から守る、同意しない、物事はうまくいくだろう、自信がある、結果がありますかね。やだ、結果押しちゃう、はい、押しちゃう、せーの、すぐでも、何ですか？管理者。管理者なんですか？ISTJ、うん。現実的かつファクト重視の気質があり、とても頼りがいがあります。これすごいよくわかる。そう、事実は事実じゃん。すごい私現実的ってよく言われるんだけど。うん、だからお仕事ですか、プライベート。あ、プライベート。お仕事とかプライベートとかじゃなくて、私自身、自分でもすごくもう現実的。そうそう、事実は変えられないじゃない。そうだから、じゃあどうするかっていうことを考えるしかなくて、理想を追っても仕方がないし、夢見ても仕方がないってすごい思うわけ。管理者でした。本当あんなに違ってたのに。そうなんだね、だから違った方向から、本質は確かに、ほら内向的、内向的です。うん、私も内向的だもん。チーム内向的チャンネルですでも合ってるじゃん。だってさ、 YouTube こういうのってさ、すごく内向的な仕事じゃない、どちらかというと。計画が、そう、計画型あった方がいい。几帳面、予見、可能性、明瞭さ、併合を大事にして無計画に。そうそう、本当に無計画に何かするの大嫌い。あれどうですか、旅行の時って計画どんぐらい。そうなの、だから今もそれ言おうと思ったんだけど、はい、行く前に、前から全て今日は何しようって、その日の何、1日目、2日目、3日目って、それは立てないんだけれども、場所に行ってから、その日の、だからこの YouTube のミーティング出てたと思う、あのパリの動画とか朝のミーティングと家族ミーティング出てたと思うけど、はいはいはい、今日何しようか、夜なのか、その日の朝なのか、だから前の晩なのか、その日の朝なのか、みんなでやりたいことを言い合って、みんなのやりたいことのルート上にそれが全部うまくはまるんだったら全部いけるけど、のルート上にちょっと一つでもはまってないものは明日にしようって言って、このルート上にはまってるやつ、今日いけそうな範囲内で計画を立ててからじゃないと動けない。そう、だからお食事も旅行先でも、じゃあ何食べようかってなってから動くよりも、まあ先にじゃああそこの町まで行っちゃおうかとかじゃなくて、まず調べてから、じゃあそっちの町に行こうとかする。大体失敗するというか、時間の無駄。定休日とかまああるしね。そうそうそう、そうなの、そうなの。だからそういうのは嫌だ。計画ちゃんと立てる、自己主張、そうそう、ストレスの緊張に安定していて、ものはしません。目標達成の方ですね。うん、自己主張型、そうね。終わった。面白かった。なんだっけ、私管理者、管理者です。え、だってさ、家族を私管理してるんだよ、言ってみれば。そう、お母さんは家族の面倒を見て、みんながどうしたら一日というか楽しく過ごせるかなとかさ、いろいろ考えて動いているので。でも自分がさっきさ、最初にこれかなあれかなって言ってたのとは全然違ったよね、やっぱり。え、全然そんな風に思ってなかったみたいな結果にはならないよね。やっぱり自分自身が、あ、そうだよねって思えるような結果にはなったのかなっていう気がする。それとか、それこそ家族だったりとか、うん、あと
バンドメンバーとかでやるとすごい多分盛り上がる。本当だね。いや、バンドメンバーでやるとそうだね。なんかみんなが、いやだから私はもう絶対管理者には変わらないから、それでこういういろんなエンターテイナーとかいろんな人たちがいるんだよ。主人公とか出てきちゃったりとかしてってことだよね。面白い。いろいろなこういう、養護者とか例えば幹部とか領事とかがいっぱいいる中で、この人が管理してる人が管理してるわけじゃない。グループのリーダー的な、はい、の人がいて、いないとダメじゃんね。でもここに2人もいたら困るな。チーム内に2人。テンションします。でもいいね。表の人とそちら側の裏方の管理は、そうそう、お互いがちゃんと管理できてるっていうことが、仕事がうまくいくことにつながるかもしれないね。うまくまとめた。っていうことで、皆さんも、なんだっけ、MBTI 診断、どうぞ楽しんでやってみてください。チャンネル登録、いいね、よろしくお願いします。今日はこんな感じで、バイバーイ。